こんにちは、親父です。今日はね、何でしたっけな、8月の18日木曜日ですね。晩ご飯の時間です。ですね、イオンに行ってね、この、ちょっと隠れちゃってるんですけど、甲子園焼きそば。こんなのがね、203円が115円だったかな。結構な割引で売ってたんでね、ちょっと買ってみました。甲子園の、名物フードメニューを再現ってことですね。エースコックから出ています。それとね、こちら、ランドロームでね、チリ産なんですけど、サーモントラウト刺身用。これが美味しそうだったんで買ってきました。この間ね、試食で、ノルウェー産がね、あって、それを食べたらすごい美味しかったんでね、これはまあチリ産なんですけど、ちょっとがっつりサーモンを食べたかったんで買ってきました。でね、やっぱりご飯が必要だろうと思ってね、コンビニとかね、スーパーをね3軒ぐらい行ったんですけどね、ちょうど時間帯かな、ご飯帯が過ぎた時間だったんで全然おにぎりがなかったんですね。であったこの紀州梅のおにぎりを、これはマミーマートで買ってきました。それとね、前からね、ちょっと一回やってみたいなと思ってたんですけど、このフライパンとかお鍋で作るポップコーン、これがね半額だったんでね、ちょっと一回やってみようかなと思ってね、買ってきました。これまたね別の機会に撮りたいと思います。ただこういうのを買ったよっていうことでした。はい、とりあえず開けてみましたね。焼きそばソース、これは後入れですね。当たり前か、これ焼きそばですもんね。でふりかけ、火薬がね、天かすと紅生姜とキャベツがちょっとですね、あとひき肉みたいなのが入ってます。それではちょっと準備します。はい、ってことでね、今お湯を切ってきたんですけどね、天かすとかね、ひき肉がちっちゃいので、この穴がね割と大きくてさ、こっからさ湯切りすると出ちゃうんだよね。それがちょっとね残念でした。はい、完成しました。かなりねいい匂いがします。青のりと、紅生姜のいい匂いがしますね。サーモンはね醤油をぶっかけちゃいました。で、ここにわさびが入ってるんで、わさびを溶いて食べようと思います。ちょっとやっぱりね、サーモンが好きだからサーモンからいこうか。うん、脂が乗ってる。うん、脂がすごい。おいしい。そしたらね、焼きそば行こうか。天かすも溶けてね、麺に絡みついてる感じ。うん、ちょっとねいろいろ準備してたんでね、ちょっと柔らかいかな、茹ですぎちゃった。あ、でも美味しいわ。ソースのウスターが強い感じかな。酸味がある感じです。うん。白いご飯が美味しいね。見ておにぎり。おにぎりは梅干しだとちょっと癖があるんだよね。ご飯が酸味が出ちゃうんで、まあ好きは好きなんですけどね。うん、美味しい。あんが美味しいね。サーモンと一緒に行きたかったんで、ぶつ切りなんでね、ちっちゃいのやら大きいのやら、逆にいいね、このぐらいのががっつり。うん、美味しい。サーモンほんとうまい。
で、ご飯。うん、おいしいです。じゃあね、ちょっと食べてきます。もうね、白いご飯がない。ご飯が欲しい。うん、かなりね、独特ね、切れてるんで食べ応えがすごい。うん、うまい。いや、ご飯欲しいな。うん、最後はね、この脂がすごい乗ってるっぽいところ。うん、おいしい。サーモン、うん、はい、ごちそうさまでした。サーモンはね、まあ、もちろんのこと、この香辛焼きそばもね、思ったより美味しかったですね。まあ、ひき肉派はちょっと入ってたんですけど、肉感はねそんなないんですけど、こんなんなんで。でもなかなかね、美味しかったです。定価200円だとちょっと高いんですけど、まだね、イオンで115円ぐらいで売ってればね、もう1個ぐらいね、買ってもいいと思ってます。はい、じゃあね、それではまた。バイバイ。